赤ちゃんでもパパやママは区別できる？シャボン玉石鹸プレゼンツ、ハグハグ。もうすぐ1歳になるうたくん、一人歩きができるようになりました。今回和也パパとリエママ、そしておじいちゃんおばあちゃんたちからこんな質問をいただきました。赤ちゃんでもパパやママみんなの顔は分かってるんでしょうか？お答えするのは日本眼科学会認定眼科専門医、大原歯科眼科の大原院長です。赤ちゃんにも見分けはついていますよ。乳児は顔を見るのが大好きです。生まれたばかりの頃でも人の顔の方に目を向けます。しかし顔の違いを正確に区別しているわけではありません。パパやママの顔がはっきりと分かるようになってくるのは個人差はありますが、生後8ヶ月頃からだと言われています。いわゆる人見知りが出てくる時期とも一致します。生まれてすぐの視力は 0.02 程度しかありませんが、生後1年で急速に発達し 0.2 程度になります。そして8歳ぐらいまで物を見ることを繰り返し成長します。では子どもの視力の発達で注意すべきことを教えてください。両目で物を見ることは基本であり大変重要です。視力を正常に発達させるためには外部からの光や形の刺激が両目に同時に入る必要があります。たとえ短時間でも眼帯などで目を塞ぐと発達が止まるのでやめましょう。他、片目を隠してみると嫌がるなどあれば異常のサインです。また黒目が大きすぎる、目の向きがおかしい、目が白く光るなど見られた場合、目の病気が隠れている可能性があります。早急に眼科を受診してください。どんどん人や物に興味が出てきたので、いろいろ見せてあげたいと思います。番組では子育ての疑問、悩みをお持ちの出演者を大募集。 DNC ハグハグからご応募ください。